豊洲駅は東京都江東区豊洲にある東京地下鉄ゆりかもめの駅である。以下の2社に路線が乗り入れ、相互間の接続駅となっている。島式ホーム2面4線の構造を持つ地下駅である。改札街とホーム階の間にはコンコース階が挟まる。改札街には定期券売り場が設置されている。当駅から住吉。 押上げ方面に至る視線が分岐する計画があり、駅の構造はそれに備えたものとなっている。しかし支線建設の動きはなく、内側2線部分は長らく線路も敷設されないままで、ホームには柵が設置されていた。2006年にゆりかもめの開業に伴う地下通路の新設工事と出入り口の増設工事が行われた。 これによって切符売り場が工事前の位置から移動され二面になった。さらに2007年には自動改札機や案内装置の一部移設が行われた。ゆりかもめ開業後、利用客が増加しているため、東京メトロでは混雑緩和のための改札の増設、階段、エスカレーターの増設、移設などの改良工事を2013年9月の完成をめどに実施していた。 この工事に伴い、支線用に用意されていた乗り場の柵を撤去して上下ホーム間を結ぶ仮設の渡り板を設置し、2009年10月からホームの一部として強用していたが、線路を付設した上で折り返し線ホームとして整備する方針が固まったため、2012年9月12日に閉鎖された。その後の駅改良工事に伴い、 上下ホーム間の線路予定地に線路が付設された。これに伴い2013年3月1日より、従来の2番線を4番線に解消し、新たに校舎専用ホームと3番線が設置された。なお、2.3番線は新木場方面にはつながって、おらず、トンネルは住吉方面にカーブしている。2013年3月16日のダイヤ改正により、 平日朝に当駅止まりの列車が2本設定され、2.3番線は引き上げ線として強用されていた。その後、東京オリンピックパラリンピックに備えた混雑緩和策として、2019年3月16日のダイヤ改正で各駅停車の当駅終着が1本に削減された。あと、10月15日のダイヤ修正で、残り1本も新規売機に延長された。 これにより2.3番線は再度使用停止となり、改良工事を経て、翌2020年3月より約7年半ぶりに、通路として共用している。この他に、月島寄りに引き上げ線があり、車両の留置や折り返しが可能である。こちらも改良工事に伴い1線から2線に増設された。基本的には運用の前で車両が留置されるが、 車両トラブル発生時に該当列車が入線したこともある。2013年10月26日から1.4番線においてホームドア発車メロディの使用を開始した。2.3番線についても同年12月28日にホームドア発車メロディの使用を開始した。4番線のホームドアの内線等から2両目には 10日型の可動式ホーム柵が試験的に設置されており、シャープ製のシースルーディスプレイが組み込まれたことで、コンテンツの表示ができるようになっている。2015年9月19日から半年間、このシースルーディスプレイの日本初となる実証実験が行われていた。有料座席指定列車 S トレインは平日ダイヤのみ、有楽町線に乗り入れ、東駅発着として運転される。なお、 当駅から東京メトロ線内のみの乗車はできない。2018年3月10日、ダイヤ改正より一部の S トレーンを除いて当駅で新木場発着の各駅停車と接続することにより、辰巳駅、新木場駅利用者への利便性向上が図られる。乗り場発車メロディ前述の通り、2013年10月26日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。 曲は一番線が、タントントン、四番線が、風は、緑の、である。島式ホーム一面二線を有する高架駅。改札街は、道路上にあり、その上に、ホームがある。2006年3月27日に、有明駅から、延伸開業し、新たに、終着駅となった。なお、勝時方面への延伸が予定されていたため、軌道終端部は、 西方向に曲がっている。定期券売り場が設置されているが、これは当駅までの延伸時に、有明駅から移転したものである。また、駅員配置駅でもある。乗り場近年の1日平均乗降人員推移は、下表の通りである。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。駅前すぐのところに、豊洲駅前交差点があり。 都道304号、都道319号、都道484号の3路線が交差する。豊洲は東京湾6号を埋め立て地に形成された町であり、IHI 東京造船所跡地などを利用した大規模再開発が進められている。東京都策定のまちづくり方針案によれば、完成すると将来的には、就業人口約3万3千人。 居住人口2万2000人となる見込みである。かつては東駅周辺に専用鉄道の東京都、港湾局専用線が通っており、東駅前後で有楽町線とも交差していたが、1989年までにすべて廃止された。再開発によりほとんどの痕跡は消滅しているものの、駅北西の春見運河にかかる春見橋梁や、 駅北東の豊洲運河にかかっていた豊洲橋梁の橋脚が減損している。なお、東京都中央卸売市場豊洲市場は当駅から南西へ1トル以上離れており、ゆりかもめ市場前駅が最寄りである。駅前のバスターミナルと駅前交差点部に豊洲駅前停留所があり、都営バスと東京空港交通の路線バスが発着する。2015年4月1日より、 新たなバスターミナルが使用開始となった。いずれもララポート豊洲にある豊洲手流所から発着する。有楽町線のエストレーンの停車駅は当該記事を参照のこと。注釈出店。ありがとうございます。